ソフィア・ティス・プロシアスは、キリシャ王・コンスタンティノス一世の王妃。ドイツ語名は、ゾフィー・フォン・プロイセン。ドイツ皇太子フリードリヒとその妃であるヴィクトリアの三女として、ポツダムで生まれた。兄は、ドイツ皇帝・ビルヘルム二世。1889年10月27日、王太子コンスタンティノスとアテネで結婚した。1913年5月に、夫と共に退官した。 二人は六死を設けた。ソフィア王妃1916年、国王夫妻がたといに滞在中、離宮に不審火が起こり、周囲の森林へも延焼した。ソフィアは、罰死、エカテリニを抱いたまま 2.4km 余りを走って避難した。沈下まで48時間かかった。この火事は放火と見られている。1917年6月、ソフィアは、夫と、 王太子ゲオルギオスと共にギリシャを去った。一家はスイスで亡命生活を送るが、王位を継いでいた次男アレクサンドロスが1919 19年に帰戦結婚でギリシャを離れ、その1年後にペットの猿に噛まれて、破傷風で救世したため、再び1920年に復位した。1922年、トルコとの戦争で敗北した後コンスタンティノスは退位し、 同年のうちに没した。第一次世界大戦中、ソフィアは親ドイツ派であり、母と同じくイギリスビーキでもあった。ソフィアは晩年に癌を患い、フランクフルトで没した。ありがとうございます。